フィルハーモニア管弦楽団は、イギリスのオーケストラで、本拠地は1995年より、ロンドンのロイヤルフェスティバルホール。オットークレ・ンペラー、リッカル・ド・ムーティをはじめ、多くの指揮者との録音で知られる。学院数75。1945年に EMI の名プロデューサーウォルター・レックによって創設された。レックの主目的は、 EMI の制作するレコードのためのオーケストラを作ることにあった。対戦による招集などで、イギリスの他のオーケストラの活動が未だ低調だったこともあり、優秀な演奏家の積極的な採用が成功した。例えば、1957年に交通事故で溶接するホルン奏者、デニス・ブレインも創立当初から首席奏者を務めた。 初の公開演奏は1945年10月27日、ロンドンのキングズウェイホールにて、トーマス・ビーチャムの指揮で挙行された。レック及び EMI の長年にわたるコネクションを活かして、設立当初からヨーロッパ大陸からの指揮者、独奏者を招いての公演、録音を盛んに行ったことが、フィルハーモニア感を他のオーケストラに対して特徴づけている点だった。 1948年には、クレンペラー、フルト・ベングラー、カラヤンの3人を相次いで、定期公演の指揮者とし、リヒャルト・シトラウス、4つの最後の歌の世界初演は、フルト・ベングラーの指揮で、フィルハーモニアによって行われた。カラヤンはフィルハーモニアを率いて、ヨーロッパ大陸ツアーも成功させ、それは、創立10年に満たない楽団の地位向上に貢献した。イタリアからは、 トスカニーに、グイード・カンテッリ、ジュリーニがフィルハーモニアのためにタクトを振るっている。フィルハーモニアとの良好な関係を構築したかに見えた、カラヤンは1955年にベルリンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に就任してしまい、その後期待されたカンテッリが1956年に航空事故で急死したことで、 リーダー不在の危機がささやかれたが、レックは大戦後ポジションに恵まれなかった感のある、オッー・クレンペラーをトップに据えることを決断。1959年にはクレンペラーは常任指揮者に就任し、多くの演奏、録音を残す。順風満帆に思われたフィルハーモニアを1964年に激震が襲う。レックは前年に EMI と他元を分かった後も、 フィルハーモニアの実質的なオーナーだったが、この年3月10日、資金不足を理由に、突如フィルハーモニアの活動停止、解散を通告した。イギリス経済自体、後に英国病と揶揄される慢性的な衰退状況下にあり、フィルハーモニアに限らず、オーケストラの財政状況はどこも危うい状況にあった。当日は、クレンペラー式によるレコード録音であり、 オーケストラ団員は全員一致で解散反対を決議、居合わせたクレンペラーも全面的な支持を約束する。こうしてフィルハーモニアは自主運営組織によるニューフィルハーモニア還元楽団として再出発することになった。新組織による初コンサートは同年10月27日、楽団の名誉総裁となったクレンペラーの指揮、曲目は ベートーベンの公共曲第9番であるニューフィルハーモニア館は意欲的な演奏活動を継続する。1965年にはストラビンスキー式による一連の自作自演プログラムを披露する。1970年には大阪万博の一環としてジョン・バルビローリを指揮者として初来日の予定だったが出発前夜の7月29日にバルビローリが急成。 急遽ジョンプリッチャードとエドワード・ダウンズを代役として来日公演を実現している。しかし、クレンペラーの高齢化に伴い、楽団の求心力低下が懸念される状況になる。これを補佐する形で、ロリン・マゼールが主席客演指揮者に就任、1972年1月、87歳のクレンペラーは公式に引退を宣言。 楽団は1972年12月に初共演を行ったばかりのリッカルド・ムーティに常任指揮者就任を要請する。なお、マゼールはポストリニン後も定期的に客演し、数多くの録音を行った。ムーティとの蜜月時代は1982年まで継続し、その間1977年からは再びフィルハーモニア還元楽団の名称を回復することになる。 その後、1984年から1994年は、ジュゼッペシノーポリ、1994年からは、クリストフ・フォンド・ホナーニをトップとした。2008年から2009年のシーズンからは、首席指揮者に、エサイコール・ペッカ・サロネンが就任している。結成以来イギリス人をトップに置いたことがない点も、イギリスのオーケストラとしては極めて異例である。 また1994年から2012年まで日本人の岩渕真也がリーダーを務めた。なお、創設以来3巻編成オーケストラであり、対局を演奏する際は臨時奏者を補充している。カラヤンがアメリカ演奏旅行の際に臨時奏者と衝突したり、ムーティが離任メッセージでこの状態に不満を漏らすなど、しばしば問題となってきた。ロンドンのオーケストラは、 過密といって良い状況であり、リハーサル並びに定期演奏の場が保障されるという意味での本拠地の確保は、どのオーケストラにとっても課題である。フィルハーモニアは1993年にパリシャトレザーを本拠地とし、1996年になってようやくロンドンのロイヤルフェスティバル、ホールの本拠地化に成功し、現在は年間40公演を同ホールで行う。創設以来の 録音の多いオーケストラの伝統は健在であり、1989年には年間録音セッション数250回という驚異的な記録を樹立している。一般的なクラシック公演、録音以外にもフィルハーモニアは例えば以下のような映画で音楽を担当している。また、日本のドラマのテーマ曲の録音もしている。ありがとうございます。